二日酔いにはやっぱりゆで太郎の辛いカレーそばがいいですかね。もうめちゃめちゃ二日酔いでやってきました、ゆで太郎新川二丁目店。今日のメニューはかけそばに薬味ネギにカレールーです。もうカレーをめちゃめちゃ辛くして食べたろうという、まあ、これでいよいよ飛ばしたろうというやつですね。はい、天かすで一味どさ、輪切りもね結構辛いんですよね、これね入れて、まあ、いい感じですよね。辛そうですね。でカレーを投入します。でネギも投入します。でこのカレーそばのねカレーがなんかまだ汁と混ざってないドロッとしたところが好きなんですよね。あの自分でカレーうどんやるときもうどんだけ茹でてそれにカレールーだけかけてあの汁なしであの混ぜて食べることが、まあ、よくありますけど、そういう食べ方も好きなんですね。だからこのもう最初のあんまり混ざってないところをこう食べていくのが結構好きですね。うん、ちょっともう辛くてむせかけてますけど、うん、美味しいですね。まだちょっとドロッとしたの残ってますね。これがいいんですよね。でまあ辛いといえばね、新川デリーのねスペシャルカシミール、めちゃめちゃ辛いんですけど、まあ、辛いと言っても上品な辛さなんですけど、まあ、これがまたこう酔い覚ましにはいい感じですね。それもいいんですけど、このゆで太郎の辛くしたカレーそばっていうのも大好きでよく食べます。はい、もうかなりね汁が赤くなってますね。で手に持って食べ始めました。はい、もうどんどんズルズル食べていきます。この、まあ、だいぶね、混ざってきてね、シャバシャバになったあたりも好きなんですよね。このカレーそばね。で、まあ、汁を飲み始めるというね。まあ、ご飯と一緒に食べるのもありかもしれないですけどね。まあ、私、まあ、そばだけで食べてますね。いやー、うまかった。いやー、一気に食べました。あー、辛かった。もう、辛すぎて涙出てきましたね。泣くほど辛くせいでもいい感じですけども、もうあの、ほんまに辛かったです。あー、これでだいぶ酔いが飛んだかな。いやー、もう太陽は眩しいです。おまけ、ゆで太郎新川一丁目店って今度もつじろう併設店になるんですね。これは嬉しいですね。7月10日の7時から開店だそうです。美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。